시험가요 인사드립니다. 김영국 시민위원회 시기로대 본지에서 인도네시아와 관련해 고차의 함께 강화들이 각국의 리더로 나섭니다. 이제도는 카이스트 국도 조진감이 있을 때 부탁하기 이론과 되는 것도 맞다. 서로들로 계획을 기대기 시작. 심포지움의 유의미나 개최에 노력을 이다듬으시다 관계자님도 각각의 대의를 표시하는 것인데 인도네시아도 일본과 우리나라 長い友情で結ばれておりますが、特に2011年3月の東日本大災害の際には、インドネシア政府およびインドネシアの国民の皆様から、インドネシアの救助隊員の皆様等を派遣していただいて、 行方不明の日本の災害に遭遇した人々に対して最後まで温かい愛の手を差し伸べていただき救助にご協力をいただきましたことは私たちにとって忘れることはできません。インドネシアはじめ国際機関 各国が協調して多くの皆様方から熱いご支援をいただいたことを改めてこの席で御礼を申し上げるものであります。また2004年12月のインドネシアのスマトラ沖地震アジアの大津波では各国が 多くの支援をなさいました。日本も国際緊急援助隊を派遣するとともに復旧復興支援体制を組んでご協力を申し上げてまいりました。このような支援災害が発生した際には国際機関の各国が お互いに国境を越えて連携をし、そして協力し合うことはいつの時にも重要なことであります。私は信念に従って地震や津波、さらに台風や集中豪雨による洪水や 土砂災害、火山噴火などの自然災害からお互いに国民の命を守ることに、国土強靭化を進めていくことに政治家としての使命を負って取り組んでまいりました。その一つのきっかけは私自身も 経験をしたことがいくぞとありますが、特に1995年1月の阪神淡路大震災が起こったときのことであります。私は早朝の新幹線に乗るために大阪のホテルの12階の ロビーでエレベーターを待っております。その瞬間に発生したあの大きな地震は大変な衝撃を受けるとともに、これは大変なことになる。素人ながら私はこのことに対して早く対応しなければならない。 私はまず
ご指摘でありましたが、エリアとOECDが一層
協力し合うことを誓うMOUを結ぶことができました。 アジアにおける質の高いインフラの重要性は先週の G20 サミットや APEC 首脳会議、 ASEAN 首脳会議でも議論され、クアラルンプールでは安倍総理からさらなる日本の貢献策を発表したところであります。命の尊いことは世界の共通であります。何よりも命を守ることが政治としても正当性派を超え、 思想信条を超越してこのことの重要性は言語を待たないわけであります。世界各国でこのことを強く訴えるとともに、特に将来を担う子どもたちにもこの命のとさを守り抜いていく、この 気持ちを後世に伝えていかなくてはなりません。東日本大震災では釜石の小中学生が日頃から防災訓練に一生懸命取り組んでおったために、お年寄りも含めて地域住民の 避難につながったという記憶は各地で有名であります。飛ぶない将来、確実にやってくると言われる地震や津波などの自然災害に対して、私たちの世代は将来の世代へ、そして世界の皆さんへ 確実にこれを受け継いでいくことが、強靭な国や地域を作る、地域社会を作っていく重要な私たちの共通の課題であります。私は災害多発国としての日本の経験やノウハウを各国と共有することによって、 世界全体の国土強靭化の取り組みを加速し、ひいては安全安心な世界を築くことになるわけであって、日本は国際社会で果たすべき重要な役割の一つであると考えております。そのため、3月に仙台で開かれました この国連防災会議において、私は稲村の日のこの浜口御用の開挙を成し遂げたその日、 11月5日であります。 先ほども申し上げましたが、今から160年前のことであります。その歴史の教訓を基本にして、 津波防災の日を日本の法律によって制定しております。その日を世界津波の日とすることに、これを提案をさせていただきました。私たちも今日も出席しております多くの国会議員や、できるだけ多くの 人々の協力を得て、東京に所在しております大使館に訪問して、そして世界津波の日の協力を訴えてまいりました。このように世界津波の日は多くの皆さんからご協力をいただき、今日現在124の国の皆さんから
これは日本だけが助かる話ではありません。日本がむしろ世界の国々の災害に今日までの経験を生かしてご協力を申し上げたいという気持ちを申し上げておるのであって、我が国だけが何かをするということではないことを、これも皆さんにぜひお知りおき願いたい、こう思います。林
経済産業大臣も今到着されました。これはちょっと拍手でいただきます。大臣になる前は今度巨人化の副会長として率先してこの問題をリードしていただいた大臣であります。皆さん、日本が何か、日本のために何かをしたいと言うんではありません。日本の国までのこの厳しい、言い換えればインドネシアの皆さんと同じ辛い思いを経験した私たち日本が、世界の皆さんと連帯して、この自然災害に対峙していこうという日本の考え方は、ぜひご理解をいただきたいのであります。3日や4日遅れようが、1年や2年遅れても構いませんが、理性的に物事を考えて、この 自然災害に対応しよう、みんなでスクラムを組んで対応しよう、このことにご賛同いただきますよう、皆さんからもそれぞれの国々、交際のある国々にお訴えを願いたいと思うものであります。私はあさってアチェに国会議員の皆さんと一緒に50人のメンバーで アチェを訪問して、もう一度この災害を振り返り、今日本なら何が協力できるか、そういう面でもご相談をしてまいりたいと思っています。どうか皆さん方の真剣なご協力を心からお願い申し上げ、私の皆さんに対する訴えを終わります。ありがとうございました。